いつものやつ OK です。はい、じゃあ挨拶しますよ。はい、はい、やあ、ロアルのタイガトラです。はい、アルバイトジンノです。ネクラです。はい、今日も楽しく悪い資金調達をしていきたいと思います。今日もやりますか。やっていきましょう。これステルス可能って書いてあるけど、え、あ、本当だ、うん、ちょっとでもそうだからステルスかなって、すいません全然見てなかった、ステルスちょっと前回、うん、あのラウドのジョブをいくつかやって非常に成績が悪かったので、うん、非常に非常にそうですね、うん、あの何のレベルアップもしなかったんですね前回そうなので全員93歳で止まってんですよ今だからちょっとあのこれからはラウドを少し重点的にやっていこうかなと考えております。ボラのエイムがクソなんだよな。そうですね、うん、間でご褒美ステルスをご褒美って何ステルスだからご褒美ってことでもないと思うんですけど、楽しいよねステルスステルスをね、それはそれで、じゃあラウドラウドステルスとか、ラウドラウドステルス焼肉の食べ方じゃないんですよ。苦戦したらちょっと一回気分転換に、そうですね、まあ気分転換くらいだったらいいですけども、わ、うんうん、かった、まあちょっとね、レベル上げてこうぜ。そう、銃撃キルポイント手に入れようぜ。ちょっと銃撃戦に慣れてもらって、そうとか、ね、好きですね。そんな銃撃戦になれることなんてできない、そんな残酷なことできない。火炎放射器持ってる人が言えたセリフじゃないんですよね燃やそう、仮装だからあれは、まあ、言うて今回はノーマルですから、まあいけんじゃない。うん、前回何だったっけ、人質を取ったらどうなるのか気になる。ああ、そうですね、うん、目的はトラックだけだぞ。発信機をつけてこいって言われた。なんか聞いたことあるんでしょうね。そういや、そうですね。ああ、やったことあるね、これ。これって数日続く。あ、本当だ。デイ1、デイ2あるわ。でもさ、うん、あのトラックの銘柄みたいなのを見て、そうそうそう。うん、ってやったね。そう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 。やりましたけど、あん時はステルスでしたが、ちょっと今回は。ラウドで無理やりやっていこうと思います。やっていこう。さ、一人だけさ、人質取りたいんだけど、最初なんぞ、うん、取ってみ、取ってみ、どうなるか気になるもんね。え、でもただ仲間になるって言ったって、警察仲間にしないと役に立たないのではめっちゃ果てなっていう、自分がめっちゃ狙われてるって。いきなり目の前から行ってさ、ダウンしたらできんだっけ。まあ銃の威力というか脅威度によるんじゃないですか。脅威度だっけ、うん、あ、取ったね。今無線に応答中で、これで仲間になるのこれ。ステルス、ステルス、ラウドです。ラウドのつもりだ。ラウド、ラウドにしなきゃダメなのか。ダメ、ダメ、ダメです。A。じゃあ、誰か殺す？あれ、なんか見られた？カメラだね。カメラかな？ああ、あるのね。うん。通報されてる。通報されたぞ。やりますか、じゃあ。で、こいつ味方になるかい？あ、狙い出した。仲間、仲間、仲間。あ、仲間。新たな仲間ができたぞ。もう一人ぐらい仲間。二人だっけ、できるの。二人、もう一人できる。あ、これ一般の人だ。一般人は？一般人はダメなんじゃない？武器持ってないんじゃない、一般人は。そうだね。うん。タイガさん、ドリル。ドリル、はい。オッケーオッケーオッケー。もう一人いけた。二人までだっけ、2人まで。
ヘリコプターが来るって。オッケー。あ、でも、あ、カードキーじゃないやつか。カードキーでもあるから、本来だったらカードキー持ってくるんでしょうね。カードキーね、米倉さんが取ったよ。え、あ、そうなの？うん。あ、本当だ、開いてるわ。やってるやってる。あ、やってる。頑張れ、頑張れ、警察。あ、本当だ。当たんないよ。あれ、人質が一人になってるけど、これ死んじゃったのかな、一人。あ、もう死んじゃったってことか。あ、いるいるいる、二人いるわ。いるよ、うん。働いてない。あ、いや、これ一人っていうのは多分交換用の人質、市民の方の人質じゃないです。あ、あ、もう動かしたらそういなんかどうしてもペットって言いそうになる。なんでよペットじゃないな、さすがにその言い方はまずい。反対側についてるけど、ええ、さっきタイガさんにドリルでやってもらおうとして。ああ、これアップロードした。あはん、この機械を守る感じ。いや、情報をまず入手するためにそのアップロード的なものをしてるはずなんですけど。284秒残り。そう、そんな警察強くない。ノーマルですからね。あ、こっちのやつだから。痛い、警察ハンドガンだから弱いのかな。うん、ただのガードですからね。土星さん、こんばんは。こんばんは。久しぶりです。今日もファイトです。ありがとうございます。今警察が仲間になった。警察意外と死なないね。あれ、ネットワークの電源入れ直すんだって。うん、ん、あ、電源切れたね。へえー、え、電源どこだろう。あ、いや、やったやったやった。あ、あと240秒結構長い。警察撃っちゃいそうになる。警察撃っても大丈夫なんじゃないの。うん、そんな気がする。あ、もう仲間判定なのかな。あ、でも、いや、なんか撃てる、撃たれてる、撃たれてる、撃たれてる。めっちゃ血しぶき飛んだんだが。警察どうなんだこれ、ダメージ入ってんのかな。撃ったら当たった判定やけるけど、やがて自分で死んでいくのかな。自分で死んでいくってどういうこと。なんかポロっていきなり。でもこんだけ長生きするってことは、おとりとしてもまあまあそれなりに有用なのかもね。うん、そうですね。こんな気がしますね。いい仲間だ、ね。スナイパーがいるっぽい。うん、なんか配線が当たった。たまに見える。なんか。本当だ。すごい遠くから来てないあの線。あ、ここ進めない。あれ。トラック逃げちゃってる、もしかして。え、トラックはもうないよ。あ、そう、あの襲撃になった時点で。え、じゃあ今何やってんですか。アップロードしてる。あ、また電源切られた。電源どこにあんだ。あ、OK です。なんかブーブー言ってる。ああ、うん、エラー直した。はいはい。盾持ちを貫通する攻撃ってのが欲しいんだけどな。スナイパーライフルとか。いや、燃やすしかないんじゃない。スナイパー。あ、小坂さんも来てた。こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ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 。いたい、お前仲間かと思った。違った。後ろからめっちゃうわ、うん。
ガードワン。めっちゃ落ちてくるやん。やめてやめて。ノーマルだから。どっから入ってきてんのか、お前。これぐらいの方が。今アサルトでもないし。うん。めっちゃ上にヘリがいる。コンピューターの部屋にポロって落ちてくる。来るなって。おうおう。お尻を狙え。さすがに当たんないか。警察が上からやってるね。いいぞやれやれ。あと60秒。もうめっちゃ獅子ルイルイ。あ、そうか、これってドーザーとか来ないんでしたっけ。うん、そうなんだ。ないで低いから、うん、あれ終わってる。あ、電源落ちてる。どこ場所、あれか。はい、再起動。残り50秒。ここの敷地、他には特に何もないんですね。うん。うん。じゃあ電源守ろうかな。あと30秒。あ、ダメだ。やっぱ2人までなんだ。あ、一人寝る。すまん、警察燃やしちゃった。まあ、いいよいいな。死ぬのかな。ちょっとそれなんかさ、一人死んだら次を仲間にできんのかな。でしょうね。多分できると思うよ。うん、できるけど、今寝返らせるようにやったんだけど、二人仲間になってるから今できないんだよね。なんかスナイパーがめっちゃ狙ってくんだけど、遠すぎて当たんないよ。逃走準備完了。逃走準備完了。本当だ。行くぞお前たち。こっち。ハロー。どっち行くの？なんかでもまだコンピューターマークついてるけど大丈夫です。本当だ。ちょっと見てくる。アップロードを再開する。まあ、とりあえずまだですか。脱出の方に行ってよか。逃走準備はできたけど、アップロードまた200秒以上だよ。まだやんないといけないの。いいんじゃない。じゃあちょっと行くだけ行ってみましょうか。タイガさん準備完了になってるから。遠くの敵に全然当たらんのかって。ハンドガンの方がいいんじゃない。降り口がわからん。キルドシール。これね、間違えてこのボートに乗ろうとして下に落ちちゃうんですよね。燃やすか。これ仲間、仲間、仲間じゃない。ノーマルだから無茶して走っても大丈夫。うん、警察途中で燃やしちゃったんだけど、生きてる？あ、生きてますね。うん、体力割と高いのかしら。うん、多分こっちの味方になったことを内緒にして明日からも普通に仕事するんだろうなって。いや無理でしょう。バレバレじゃないですか。多分ね。投票所の隣に銀行があってそこを襲う。本当の目的は隣の投票所にある投票結果を保有しているサーバーに手を加えること。銀行を襲撃し金庫室の中もいただくが、目標は投票所であることを忘れるなよ。わかりました。うん、銀行も襲いつつ投票所もちゃんとお金もいただきます。なるほど。デイ2。あれ始まんない？始まんないね。
なんか俺の画面だと神野さんがロード中 16% で、トラさんが準備中。あ、準備完了だよトラ。みんな準備完了。私も完了ですよ。ちょっとペイデイ頼んませ。これは頼んませ。これダメなやつだな。大事や。俺が多分あれだよね。ああ、なるほど。あ、じゃあそうね、一旦それでやってみよう。でカイノさん、こんばんは。こんばんはです。今ちょっとエラー入ってます。今日はレベルアップを目指してのんびりジョブ。はい、のんびりラウド。頭にな、頑張って当たるようになんないとな。まあ、当てることよりも当たらないことの方が重要かもしれない。うん、当たらないこと？そうそう、身を隠す場所をちゃんと確保して、うん、でアーマーを減らしすぎない的な。うんうん、分かった。死なない努力。そうですね。そう、タイガさんは死んだ人を復活させる役ですから、そのタイガさんが死んだら困るので。攻撃を受けてると思ったら、ったら慌ててしまう。でも俺今参加中 88% で止まってるな。止まってますね。今止まったね。その表示はね、共通で見えてます。でもさっきこの準備完了のマーク、さっきなんかピンク色っぽかったんですよ。それが今は青色になってるから、この調子ならいけそうな気がしたんですけど。あ、いけそう。いけたんじゃない。今準備完了したら一応動いたけど、うん、うん、神野さんが準備中。うそあれれ、私の問題でも、ここで私がここで私抜けたら多分解散になるんじゃないかな。一回トラ抜けてみようか今度。うん、でも俺の画面の神野さんが変わらないと意味ないんじゃない。そんな気はしますね。うん、しょうがない。じゃあ一回やり直すか。一回ちょっとトラも一回起動し直すかな。え、そう。うん、でも多分また呼んでもらわないとダメ。一回切りまして。始まったわ。え、あ、俺が抜けたからじゃん。トラも抜けた。え、私一人でやってるってこと？途中参加みたいな。入ってけるこれ。いけるはず。うん、ちょっとチームがスチーム ID を認証できませんでした。こうやってどういうこと？どういうことなの？私しかいない。タイガさんは呼んだ方がいいですか？待って、今見てみるね。ジンノさんは何をしていますか？銀行の前で待ってます。あ、ゲーム中になってました。神野さん入れます。お願いします。入れた。屋根倉さんは入った。うん、大河さんも参加中。 OK、 いけた。これやると多分どこ狂ったな。これ何？あ、投票所。投票所と銀行を襲う。この正面は何？これが投票所なの？それ銀行じゃないんです。ん、こっちが投票所。あ、投票所っぽいなこれ。うん、銀行も中にあるってこと？銀我らさ、もう襲う気満々の服だからさ、あっという間に当てなつ火炎放射器担いできてるから。銀行どこだ？隣っていう。これでも建物これしかなくない？51m。あそこは何なん？投票所か。投票所に入れだから入るしかないのかな。銀行が投票所になってんのかな。ああ、中にあるってこと？銀行も。なるほど。うん、なんか区役所とかってさ、中に銀行の出張所みたいなのあったりしない？ ATM？ うん、窓口とかないから。区役所、うーん、と行政とズブズブの銀行がさ、ズブズブではない、入ってたりしない。ズブズブではない。あ、まあ、正面突破するしかないかな。まあどうせ襲うから
ダウトだからいいでしょう、うん、行きましょう行きましょう。バレちゃう。もう近づいたらお前火炎放射器持ってんなってなってる。新野さん行けてない？ええ、うん、なんで？難易度低いからギリギリ行ける。ほら絶対無理だよ、火炎放射器だもん。あ、ダメだ、誰ストッピーとか言われてんの。これちょっと強いのかな。ああ、びっくりした。サーバーデータを改ざんしろ。一人寝返らした。ナイス。ここら辺にコンピューターがあるらしい。え、これでも死体だよ。死体だよってどういうこと？え、死体のところが1メートルとか2メートル。ああ、いや、多分この部屋ってことではないですか？ってこと？ああ、あるじゃないですか。あ、ほら。オーバーライドを開始。なんだこれ。開けよう。完了まで持ちこたえろ。仲間か、びっくりした。ついでに銀行を襲おうっていう話ですよね、うん、え、ちょっと待って、確かそうでしたね。いや逆でしょ、銀行を襲うついでに投票所じゃなかったっけ。銀行どこ。いや投票所を改ざんするついでに銀行だったよ。え、そうでした。うん、銀行、銀行どこ。本来銀行から入るべきだったんですよね。敵を寝返らしたぞ。こんなスワットを寝返らした。この人仲間だ、うん、これも仲間だ、これも仲間。銀行、これ銀行。セキュリティって書いてあるね。セキュリティは違うかな。え、銀行どこ。また後で出てくるのかな。いや、データがさ、ないと思う。困ってんな、多分。再度データのスクラップ。ここにあれがあるよ、銀行。うん？あ、ATM あるね。ATM がある。ああ、ATM。銀行。これでもあれがね、ないな。ああ、ガード打っちゃった。銀行ってなんだ？ATM のことじゃなくて、そうなんですかね。再開しました。お願いします。完了まで持ちこたえるが、あ、そうか、再開したか。今さ、あれ EMT だかな、なんか、あ、邪魔はない。邪魔はないってことは、じゃあ ATM も壊せない。そうね、ドリルが設置できるんだったらあれですけど。ドリルとかできんのかな。そう思ってるんだったら無理やり開けられるでしょうけど。そうもない、そうないな。そうか、邪魔でしか無理だ。なるほど。じゃあ銀行を襲えないな。銀行らしい銀行ではないな。腕が落ちてる。違った、違った。後ろに人がいた。ちょっと怖い。腕だけかと思った。腕が落ちてるってそういう意味。実物の。なんか全身があるより腕だけの方がちょっと嫌だった。物理的な腕だったんですね。腕前的な意味じゃなくって、うん、腕、ポロッと腕。ここなんだろう。とりあえず全部のドア開けてみてるけど。うんうん。武器の精度も上げないと遠くの敵が当たらんね。大変、味方を撃ってしまった。ごめんね。頑張れ味方。頑張れ味方。か、ごめんね。すごい味方のさ、警察官の人すごい痛そうにさ、トラから離れていた。
いそうに。攻撃してくれてはいるけど、全然ダメージ弱そうなんだよな。このピストルで仲間のさ、キラっていう人いるじゃん。武器持ってるふりしてエアで戦ってる。え、タイガさん投げたドア？ん？どこ？C4 がどうとか言ってるね。虎の開けたドア？ここだよ。虎が開けたの。ん？うん。これ。え、全然普通だ。設置中。銀行に侵入しろだね。あ、これで銀行に侵入。これで壁に穴開けたらいいんじゃない？あんまり関係なかったのかな。いて、ダメージ受けるのね。いた。ああ、サンマル回収しよう。あっちだね。ドリル取ってこようか。どっちが主目的か分かんないね。ここに金庫がある。おうおう、うわ、向こう側から撃たれてますけど。キングも時間かかるな。早くレベルを上げてキルの割り振りができるようになりたい。うん、あ、これぶっ壊れてんの。ここに入ってんの？アーマルドリル。ん？タイガさんが取り行ったんじゃないんですか？まだ開いてないってこと？これこのドアかな。そのドアっぽい。これさ、さっきドリル誰か設置してて、うん、私設置して壊れてた。いた。ここ15秒。身を隠すところがない。これやるだけ無駄だな。カードキーが必要だって言ってね。ドリルで開けますけど。カードキーがあった方が楽だったな。あれ、でもこの部屋じゃなさそうよ。あ、この部屋かな。でもその、そこ穴ぐらいしか行けなさそうなんだけど。ね。また一個ドアあるけど。ピッキング中。よっ。ない。すごい警察官とか撃たれまくってる。全然死なないね。死なないね。あれね、転がってますよね、ずっと、うん、すごい痛そうな動きしてんのに。あれないね。違うね。完全にセキュリティルームですね、ここは。だから多分ステルスで行く場合はみたいなことかな。うん、うん、でも他に行き場に方がないってやつ。もしかして外じゃないの？なるほど。いや、外からも行けないな。バックのマークは近いですけどね。どうやって行くんだ、うん、ちょうどこの壁裏ぐらいなんだよな、うん、今日も強盗ハゲゴリラさん、どうもこんばんはです。ハゲゴリラさん、こんばんは。今日もありがとうございます。今サーマルドリルが見つからないよ。え、ここ2メートルだよ。どこ、どうやって行くのこれ。壁破壊 C4 でもあるんだったらそうできるんですけど、うん、設置できそうにないし。ちょっと行ってみる。じゃあタイガさんの後ついていこう。うん、狙わしていくね。なんでまっすぐ行かない。なんか全部燃やしたいなって。殺人鬼や。外かな。ちゃんと燃やして。外スナイパーいません。いると思う。あ、でもここから先もう行けないもん。行けませんね。え、どうやって行くんだ。積んでるんじゃない。2階か、他の部屋。あ、2階から行く。階段なんてある。見たことない。えー、
サーマルドリル、どこ？サーマル…なんか開いてる。え？開いてるとは？あった？あ、あったよ。なんかドアは開いてた。ドア？ドア？ドア開いてる。壁が開いてた。壁？うん、さっきあれ、ここだよねって言ってたところの壁が開いてた。ふーん。謎やな。謎すぎる。エレベーターで運ばれてくるシステム、え、どういうこと？エレベーターなんかあったんですか？壁に見えてたのがエレベーターの扉で、時間で降りてきたんじゃないか。へえ。どこだったっけ？普通に開いてた。あ、これか。あー、なるほど、確かにそうだ、エレベーターだこれ。あー、なるほどね、理解。え、 NPC がみんな殺しまう。人質に取りたい。あ、仲間の2人死んじゃってんね。うん、死んじゃった。すぐ寝返らせる。すぐ死んじゃう。よし、ここにいようか。このドリルすごい音鳴ってない？なんか確かにちょっとなんかバリバリしてますね、うん、あ、壊れた。ピーピー。おうおう、君は仲間か。ヨガみたいなポーズで死んでる人いる。でもあんまりこの味方のに寝返らせたやつが敵を倒してるシーンを見ないんだけど。まああくまでおとぎ情があるんじゃない、もともとのもともとの職場だから。まあ同僚ですからね、古巣のやつらは叩けないみたいな。まあおとりぐらいにはなってはいるけど、うん、ええ、すごい血しぶきが飛んでますよ、おとりになりすぎて。そうだ、だいぶ撃たれてますね。あ、スナイパーおる。一緒に燃やしてしまう。だいぶ硬いからね。うん、我々と同じぐらいの硬さはあるんだろうか。ああ、アーマー着てるんですかね。直し中？ドリルあとどれぐらいですか？あと半分。160秒。結構長い。ワンワン。ん？これ敵やんけ。あれ、おとりいなくなった？いるよ。二人いるよ。君らなんか動きが。加減だな。一人なんか変なとこに座ってない？あ、やば。
ろんなとこから入ってくるの。うわ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 、縦の圧力。110秒。うん。さすがにノーマルはぬるいな。痛くないもんね。ええ。また壊れてない。撃たれてもね、エアガン撃たれてるぐらいのダメージしかピチピチピチっていうよね。狙う練習にはなる。なるほど。あの向こう岸の敵、ここにあれだな、スキルというか、弾銃の精度が悪すぎて、あら反動え30秒、うん、その対岸の敵狙ってても当たらない。バンされる。バン？うん、あのグレネードを投げられる。あ、目がくらむやつ。なるほど。あれやだ、あれ一番やだ。そろそろですかな。5秒。これ敵？うん、敵だった。金庫だーい。うわっち、ちょっと金庫に向かった途端にガシバンなんですが。え、あ、これまさかまたピッキング。これピッキング配信だ。キングのスキルをさ、始まってしまった。出てないから。そう、取ってないから。うん、あ、サクさんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ピッキング配信が始まってしまった。そうも持ってきてないからな。懐かしのピッキング配信。3人でピッキングひたすらしていくのこれ。やだ。これが頑張ったおとりが初心に帰るというのはこういうことだったんですね。ピッキングの技術を上げる。ピッキングのスキルをさ上げてないからすごい遅いね。うん、遅いね。あと後ろから撃たれてる。すごい。銀行に来る時点でまあこうなりはしましたよね。逃走準備完了してるから。なんでチクチク打ってんのは。許しがたし。なんかあんのかな、金塊とかさ。何かしらバッグがありそうな気はしますけど。うん、まあもう逃げても良さそうな雰囲気ではありますね。うん、あと2個開けたら逃げようかな。じゃあ私も1列開けたら逃げようかな。なんかエアメールみたいな入ってた。いらないやつだ。温度差よね、後ろと。うん。いや明るいからまだよし。農業よりもっともっと平和。よし、 A 列開けました。特に何も入ってなかったです。うん、なんかお手紙が多いよ。お手紙じゃなくて小切手とかじゃないんですかそれ。いや、なんか恋人との写真かなみたいな。そんなに大事な代物貸金庫に預けるくらい。うん、うん、不倫なんじゃない。いや、家に置けないみたいな。逆にそれは処分するべき。行くか。行くか。全然ダメだ。これで最後。これで最後だから。
2200円だ。円じゃない、円じゃない。逃げろー。ナイパーがいるらしい。一体ダウン。サイパーダウン。痛い痛い、後ろからピチピチやられてる。うん、どういう使い道なんだろうな、この人質を寝返らせてみたいな。うん、まあおとりには使えるから逃げるときなんか役に立つんじゃないんですか。うん。初ペンキ。あれ、今日は早めにペンキを終えた。まあまあまあ、まあ、ペンキ。うん、まあよろしかろう。さすがに誘拐犯、さすがにノーマルはあれだからハードぐらいで、ベリーハード、オーバーキルは前回ダメだったな。一応仲間にした敵のダメージが 35% 上昇するとか、はついてはいるんだけどね。ね、うん、難易度は低いから、そんだけ、あ、もともとこういう性能なの。はい、じゃあ次。うん、クラシックス、パニックルーム。難易度ハード。はい、これ、行きたいと思いますので。良いでっか、まだでっか。良いです。しげさんだ、こんばんは。こんばんはです。今日はまだいらっしゃいませます。今日のネクラさんシンプルな服着てね。そういえばいつものデブい格好じゃないんですか。うん、うん、違うね。まあわかりやすく。パニックルーム、あ、これも